はい、どうも、なおちんです。よろしくお願いします。今日はですね、ゼルダ無双の体験版が出てましたので、やってます。なんだ、想像の5倍ぐらい、ブレス・オブ・ザ・ワイルドだね、これ。おぉ。なるほど、なるほど、なるほど。これ、詳しく見れるわけね。基本は、他の無双系と一緒でしょ？ああ、弓もね。はい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 。これで必殺技を打てるってことか。なるほど。あ、まあまあ、基本は一緒だね。うん。はいはい。あ、でもまだ、そうか、多分ね、スキルツリーが全然出来上がってないんで、攻撃がこれぐらいなんだろうね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。ああ、なに貯めれるんだ。はい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 。チャージ攻撃は貯めが効くみたいですね、リンクは。わかったわかったわかった。多分武器とかも後々全然変わってくるんだろうね。うん。ブレス・オブ・ザ・ワイルドと一緒で、剣や体験、あと斧とかそういうのも出てきそうな感じ。はいはい。で、それに対応して全ての必殺技が変わってくるんでしょうね。まずは、あっち側か。なるほど。A が必殺技。あ、わかってますよ。あ、はい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 、オッケーオッケー、あっち側ね。いや、この、なんだろう、絵の感じとかがもう思いっきりね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドで、なんだ、どっちをやってるかわからないような感じになる。でも、あれ、あっち側でこういう動きはできないけどね。あっち側でこういう動きはできないんだけども、あ、いいわいいわいいわ。L と B で回復アイテムを使うか。はいはい、オッケーオッケー、もう使ってるわけね。いやー、これもうなんだろう、マックスまで上げた状態のリンク使ってみたいな。うん、まだとりあえずこれなんで。おっと、縦サーフィンがチャージ3か。縦サーフィンがチャージ3。あ、はいはいはい、突進系もあるね。おい、はいはいはい、チャージ1が切り上げ。はいはい、なるほど。上での必殺もなんかあるんだろうね。おいし、はい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 、いいね。お、空中でパラセールあるんだ。そうそうなんだ。はいはい、かっこいいかっこいい。パラセールどうなんだ。パラセールは？え、なんかした？なんかした？あー、飛んでる！飛んでる！すげえ！パラセールとかある。はい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 。基本チャージ3で、蹴散らしていって、ボスとかそういうのはチャージ4でいけばいい感じか。で、チャージ4は、ためが効くと。はいはいはい。オッケーオッケー。モリブリンあっちにいるね。行きましょう。はいはい、おお。味方ごと言ってる。原作通り。ああ、これ注目ね。あ、オッケーオッケー。はいはい、はい、縦サーフィン、いいよ。はい、おお。あ、空中でもあるね。あ、かっこいいかっこいいよ、ある、かっこいい、ある。これ操作性めちゃくちゃいいよ。おお、かっこいい、すごいすごいすごい。これ俺なんだ、想像した以上の動き、すげえ、素晴らしいね。待って待って待って、これが弓。おい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 、弓って
なんだ、数があるのかないのか。ちょっと待ってよ。ダッシュは、あ、ダッシュボタンはなさそうかな。うん、ダッシュボタンはなくって、走るまでちょっと待っとかなきゃいけないってことか。はいはい、チャージをしたまんま走っていける。なるほど。ちょっと待って、どこにいる。あ、ああこれは、お、でかっ。ちょっと待って、必殺技打ってみよう。おい、いいね。あ、ギリギリで回避するとラッシュとかそういうのができるのね。なるほど、わかりやすい。やっぱね、無双のね、良さはこの単純な、もう簡単なね、操作性。いいね、最高。パーヤかと思ったぞ。助けてください。こいつかわいい。いやー、え、なに、え、シーカタワー登れるの。おー、なに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 、三角飛びとかあんの。やば、三角飛び、いよい、すげえ、すごい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 。あ、 R と Y でリモコン爆弾ね。おお、何発でも投げるんかい。あ、で使えるまでが、はい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 、時間があるのね。次は、あっち行きます。おお、アイスメーカー、アイスメーカーが、おお、あ、でこうパラセールで飛んで攻撃するわけだ。はいはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ拠点行きましょう、拠点。おお、ボコブリンの青だ。あはは、笛吹いてる、笛吹いた。おお、マジか、マジかい。ふう、最高だな、本当に。あ、こっちこっちこっち、あぶね。おーいおいおい、投げるね投げるね投げるね、投げちゃうね。よっしゃ、とりあえず拠点を行きましょう。アイスメーカーを使って、あ、全然意味なかった、全然意味ねえ。いや、このね、溜めたまんま走れるっていうのがすごくいい。はいよいしょー。あ、なんで減らせないぞ。なんかあるんだな。爆弾でどうだ。あ、なんかあれ、あ、これはガードか。多分あれがガードっぽいですね。あれを崩さないと。おっしゃ、おい、
なんかある程度攻撃を成功させてスマッシュしないと勝てないんだな。オッケーオッケー。まあまあまだわからないことだらけだけど。おお、ちょっと そっちかボスっぽいぞ、ボスっぽいぞ。はいはい、逃げる。とりあえず行こう。お、キャラ変更ができる、キャラ変更までいけるのか。インパが使える。まあいいや、とりあえず今日はそのままリンクで行きましょう。ちょっと拠点の前に、あっちだね。おっとー、リザルフォス。まずはウィズローブをちょっと行きましょう。いたー、ウィズローブ。おー、でかいぞ、でかい、思った以上にでかい。ちょっと必殺で一回減らしときましょう。あんま減らないのね。あ、減る。はい、しゃー、楽勝、楽勝すぎだろ。お、なんかファイアロードもらった。拾ったやつを使えるのか。え、いやでもこれ爆弾だぞ。あ、 L って、 L か、 L か、拾ったやつ使うのは L なんだ。はい、発射。ああ、なるほどね。何発でもいけんの、何発。ああ、回数制限はあるっぽいね。回数制限はあるっぽいけど、うわー、これは楽しみ。うん、ライトニングロードとか、アイスロードとかもあるんでしょ。いや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 、これはいい。凍ったやつに炎攻撃すれば一撃とか、そういうやつも多分引き継いでると思うので。はい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 、いやー、これはね、ほんとね、ま、この単体で楽しむっていうのもいいけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルドをやってるとさらに面白い。うん、これはいいっすね。はい、ま、とりあえずですね、今日はちょっと触りだけやってみました。最高です、想像の5倍最高。本当に。はい、ということでまたね、体験版遊べますので、出していきますので、はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。